昨年度は生徒会副会長を務めさせていただきました。八田しぐれさんの副会長としての1年を僕は近くで見てきました。彼はとても優しく平等で思いやりにあふれる人格者です。運命を待つだけじゃ感じれない、このステージはお前が主役になる夢だ。我が春宮東寺軍にとる勝利を手にする準備はできているのか。夢の中で